1185年この地屋島を舞台に起こった源平屋島の戦い。814年の時を超えて昨年の11月4日瀬戸内国際芸術祭2013のプレイベントとして現代源平屋島合戦巻の第1回目が開催されました。そして本日2013年10月14日2回目の合戦の火蓋が切って落とされます。まず石川君が昔は石川石がたくさん出ていた、それと築名の石場院を合わせて、はい、丸石の帽子をつけております。そうですね、赤に赤い字で丸石と書かれているのが石川地区。続きまして、ミラ壇の裏那須の与一を背中に入れ、デザインは東京のデザイナーの東京大学のデザイナー宮崎剛さんにしてもらっているそうです。おしゃれなデザインですよね。デザイナーの方がデザインされているので。続きまして、藤毛なんですけれども、西行きをデザインとして、自治会が一段とまとまって応援する広さで、または腰掛けの腰掛けの衣をお客しております。かなり楽しげな音楽が鳴っております。そして続きまして、パフォーマンスコスチューム部門から、まずは香川源平後半キャラバン隊兵士たちの登場です。800年の時を超え現代に蘇ってきた香川県のおもてなし隊、県内に残る源平ゆかりの地や観光情報を PR するために、サンポート高松をベースに屋島三条でもパフォーマンスを披露しています。はい、続きまして、カラフルな衣装が見えてまいりました、こちらですね、続きまして、先ほどの、平の胸張り舞台にも参列していました香川源平紅白キャラバン隊、次は源氏たちの登場です。小指神奈の皆さんとともに舞台長もかなりノリノリでこちらの会場に迫ってきております。白
源氏軍秋京大舞台です。皆さん記憶にも新しいあの曲がこの会場に鳴り響いております。ではご紹介しましょう。まずはこの合戦のために結成された
必ず